もうええじゃん。さあ、今回も始まりました家事散歩ですけども、今日はですね、視聴者の皆様からも結構要望がありましたサイドバック特集でございますよっ。はい、いつもだったらね、もう爆笑爆笑ですけども、今日は本当にもう真面目なちょっと家事散歩もやってみようかなと思いまして、きっちり喋らせてもらいたいと思います。じゃあ始まります。家事散歩。さあ、今回のゲストは初登場の2人です。今まあガンバの両翼でも必要不可欠な存在になってます、この2人です。高尾選手と福田選手です。どうもお願いします。こんにちは。うわー、これ俺2人と喋るの初めてかな。え、でも高尾くんなんか合わんかった、どっかで。僕多分あったよな。梅田であったよね。焼肉で会いました。そうやな、あったよね、昔。会いました、会いました。挨拶してくれたもんね、はい、だいぶ2人も定着してずっと試合出てるけど、まあ、結構試合には絡めてたんですけど、まあ、なかなか個人としての結果があんまり残せなくて、この間やっと残せたんですけど、チームとしては、はい、残せたんですけど、シュートやったね。いやたまたまっす。いやめちゃめちゃ強烈なシュートやったよ。もうびっくりしました。でもサイドバックってさ、中盤の前もするやんか、サイドハーフ。はい。それはなんか違和感ないの？慣れるまではちょっとあったんですけど、思い出せばあんまり変わんないですから、ね。はい。もともとでも攻撃的な選手やね、東福岡でも。そうですね、はい。そうやの。でも伝説の俺は好きやね。俺昔、あのね、前から俺好きやって。俺ファンやね、密かに。あのね、顔面でボール取りに行くの。ああ、ありましたね。札幌の時から。もう執念やな、あれ。あれ、なんで、あれ、こうやって行くの。ちょっと、その時、ラグビー流行ってたじゃないですか、ワールドカップで。ああ。だから、ちょっと、スクラムをしに行きましたね、あの時は。で、蹴られて血出ました。あれさ、自分悪いよね。いや、そうです。相手悪くないですよ。あんな低いところに頭から突っ込む人おらへんもんね。なかなかいないです。うわーすごいなー、あの気迫好きやわー。ほんじゃあ、いいよ、高尾くんははい、今シーズン振り返ってちょっと、まあ今年は結構ずっと長く出ることができて、まあガンバも2位ですし、僕もまあ初得点も決めれましたし。そうやな、取ったね。はい、あれ貴重なゴールやね。嬉しかったですね。めっちゃ嬉しいやろな、はい、ヘディングのシュート。でヘディング強い、はい、強いイメージが、ヘディングするイメージないねんけど、あんまり僕もなんかあんまなかったんですけど、うん、なんか今年結構勝ちますね。ああそう、はい、いいことやね。でもね、佐藤さんと練習したヘディング。ああなるほど。まあ良くなってきてよかったです。今年のなんかこう良くなったっていうところはどういうところですか？でもやっぱあれですね、守備とそれこそ競り合いとか強くなったの、良くなったなと思います。ああ、ね、でも一緒に練習してくれるコーチもいるしね。はい、レベル高いしね、コーチもね。そうですね、コーチのレベル高いですね。第2弾、本日はガンバックの記事とガンバボーイの表情を決めていきたいと思います。ということで記事サンプルがこちらの4色あります。 A が結構鮮やかめのブルー、そして B が紺色、 C が青、 D が白の4色です。いやー、どれにしましょうか。やっぱりこう男女ともに使いやすいバッグ、 D は女子っぽいかな、あと汚れやすいかなと思いまして
て、ちょっと A は鮮やかすぎてちょっと目立っちゃいすぎて持ちにくいかなって、普段使いもしやすいとなると B か C。 いやー悩みますね。あ、でも私 B に決めました。理由はちょっとこうさりげない頑張らしさを出したいなということで、本当に普段エコバッグが必要なスーパーとかにも持って行きやすいような B がいいんじゃないかと思います。さて次はポーチになるガンバボーイの表情を決めていきたいと思います。ということでこちら A、B、C の3種類あります。いやー難しい。どうしましょうか。あ、でもこれビビッときました。 A にします。というのもこのガンバボーイの表情的にちょっと B と C は怒ってませんか。ちょっと怒ってるように見えるんで A が一番可愛いかなという、はい、決めました。これはすんなり A で。まあ、ほんじゃあちょっと企画に行きますわ。恒例のやっぱこの今俺も含めてサイドバックでしょ。はい、サイドバックのお題トークやります。じゃあまずはですね、これタガグヨガ、やっぱり一番はカジさん。ああ、そうやな、そうやな、はい、ちょっと待ってよ、めちゃくちゃ食べて言うてるな。2番は2番はやっぱヨネ君とジェソ君ですね。え、ヨネクラ。はい、へえー、すごい。とジェソ君。はい、それどういうこと、どういう意味で。やっぱヨネ君とジェソ君の守備とか、うん、ヨネ君の寄せの速さとか、うん、やっぱ1年目から見たときすごいなって思いましたし。あ、でもヨネ、はい、あれやで、寄せてから結構裏取られるから、ね、寄せすぎて。やっぱ守備があれなんや、気になるんやね、やっぱり見てて。あ、そうですね。なんか守備で工夫してることってあるの？なんか意識してるのってアプローチの速さとか距離とか。距離は結構寄せるようにしてます。相手後ろ向いた時とかは。もう俺らとかってさ、はい、なんか人のどっち足に向かってアプローチするとかさ、はい、めっちゃ考えてたのよ。あ、そうなんですか。そう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 、移動する間にね、なんかそういう細かいのとか別に特にその距離だけってこと。そうですね。あると参考します。尊敬します。もうね、サイドバックほんまに極めたらね、面白いよ。いろんな、なんか一人じゃ無理やからね、でもね。あ、はい、うん。じゃあ福役行こうか。あんまいないっすよね。ああ、もう自分のやることで精一杯って。あんまりなんか考えたことないっす。へえ、はい、え、いつも試合でどういう風なこと考えて入ってんの。いやー、あんまり考えてないかもしれないです。これ天然やな、ほんまの。いや、もう向かってくる相手をぶっ潰して攻撃するみたいな。そうですね、あとなんかトラップした瞬間とか。あ、そう、移動中とかですかね。なんか攻撃は、攻撃はもうなんか自由にやってます。なんか別になんかそんなめっちゃ考えてはやってないです。ああ、そうなんや。はい、うん、考えて。考えます。でもね、もう今はいいかもしれへんけどね、考えてサッカーできる方が多分。そうですよね。うん、今度はほら、クラブなんかオリンピック世代からさ、今度オリンピックとかさ、はい、まあ高岡もそうだけど代表とかさ、もし入ってくるときにさ、やっぱそう考えれるプレイヤーになった方が多分
面白い人がサッカー伸びてくると思うですね。考えます。今はいけんねえな、若いから。この瞬間がたまらない。なんかいなせた瞬間とかがサイドバックは楽しいなと思います。え、一番嫌な選手って誰？フロンターレはもうみんな嫌っす。なんでアナさん来たいっすよね、俺らが。だからそれを理解できるのがやっぱ考えてない証拠やからな。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。